まあ、さっきの聞こえなかった部分もう一度繰り返します。3つございます。1つはこの下の方に URL 貼ってあります。そこのところから、ミュージシャンアーティストのCD グッズ等も販売しております。そこの方から入っていただきたいと思います。それからもう一つは支援プロジェクトというものが立ち上がっております。それは全国のライブハウスに、CD 等のあでも音源の売り上げが支援で、できるようになっています。そういうことと、まあ、あとは各アーティスト、私もそうですけども、何でしょう、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは早速、いきたいと思います。それでは参ります。失礼いたしました。
ありがとうございます。沼澤隆さん、中子さん、それから藤井さん、3名でお送りしております。先ほどのですね、冒頭にお伝えしようと思ったのがあったんですが、実はですね、昨日1ヶ月ぶりに、スピーカーと機材をフルで鳴らしてみました。やっぱりヘッドホンじゃないな。本当にライブ空気感含めてこのようなね、全然やっぱり違いますね。本当にライブが早く戻ってきて、できるようになるといいなと思っております。ちょっと冒頭で言い忘れました、CD、各アーティストの URL が YouTube の下の方に貼り付いてありますので、そこからCD、それからグッズとのお買い求めよろしくお願いいたします。それから東方の方はライブハウス、救済プロジェクトというところからございますので、その辺のご協力をよろしくお願いいたします。今のが最後だったんでしょうか。あ、これでアンコールに入るのかな。さあ、これから確か盛り上がったような気がいたします。覚えがありますので、3名のアーティスト、それから協力していただきましたミッチェさん、 VJ すいませんね、もうちゃんと VJ が見えるようになってなくて申し訳ません。こんなことにはなると思わなかったもんですから、また別バージョンで撮ってあるのかな。それキャンドルがチューブレコさん、この時の主催がロジェ企画井上さん、岩井酒からお送りしております。それでは最後までごゆっくりお願いいたします。お聞きください。
やっぱり映像もこうやって残ってますけど、ライブ、直接会場で聞くのとね、また違いますよ。ぜひ、勝井さんの方も今年、ロボの公演も中止になったようですけども、沼澤隆さん、中高さん、今日出演した勝井由衣さんね、というように送りいたしました。また日か明日お会いしましょう。あ、コメントチャットでいただいた方ありがとうございます。最初になかったということで、本当に申し訳ませんでした。あとはちょっと、まあ、お伝えしようとしたものはですね、お伝えしたどこもカットしてませんので、こういう感じで、まあ、カットと言いますかね、ちょっと30分間にリアルで、編集したものをちょっと2曲ほどご紹介したということです。上の方にも出てますけども、 CD それからグッズと各チャンネルで、お買い求めいただくと助かります。いろいろご支援いただいた方にも感謝申し上げます。また勝井さん、それから沼田さん、中子さん、またこちらの方にも、まあ、秋ぐらいになるんでしょうかね、そのくらいにはいらしてください。お待ちしております。今日は皆様、たくさんのお付き合いありがとうございます。またお会いしましょう。ありがとうございます。